はい、こんにちは、僕です。ペルソナ3やっていきましょう。12月23日、今日はね祝日なので、早瀬とね過ごしていきたいと思いますね。お前に話したいこともある。時間あるだろう。深まりそう。よかった。よし、今日はラーメンだ。俺は特製大盛りでいく。あれ、なんだ珍しいな。例の推薦がかかってた試合、昨日だったんだ。どうだったんだ。勝った？負けた？勝った？俺に対する愚問だな。素晴らしいな。もちろん優勝したぜ。さすがだな。おめでとう。俺を誰だと思ってる。ま、ありがとうよ。自信に満ち溢れてるな今日は。本当に終わったんだよな、俺の競技人生。急に空っぽの気分だ。これからどうする。競技はどうする。これはどっちでもいいみたいですね。これからどうする。就職しようと思う。家族を守るためにというとカッコつけすぎだが、もう当てはある。死んだ親父のつてで車のメーカーにな。とりあえず食べるんだ。働くのか。少し遠いとこにある。お前も引っ越してしまうのか。替え玉頼め、おごってやるから。ありがとう。無理するな。ありがとう。あ、いくらでも食っていいぞ。お前に会ってからいろいろ分かったよ。俺はずっと学校や家族のせいにしていた。自分と向き合うことから逃げていた。お前に会えてなかったらきっと今の自分を不幸だと思ってただろうな。お前のことは忘れないぞ。早瀬の決断を打ち明けられた。早瀬と仲が深まった気がした。はあ、次で終わってしまうな。行ってしまうのか早瀬も。みんな離れていってしまいますね。いろいろ準備だの挨拶回りだのがあってな、寂しがる間もなさそうだ。また飯食おうぜ。もう何度会えるかわからないが、それにしてもうまいなラーメン。一番最初もラーメン食べに来ましたよね、葉隠れにね。おかえりなさい。ただいま。大晦日まであと8日か。ペペ島さんは例の答えも決まりました。僕は戦いますよ。考えてみれば迷うようなことじゃなかったです。だって母さんや荒垣さんに負けを報告するなんて絶対嫌ですから。だって今日夜どうしようかな。こないだ雑誌見てたらすごいランキングが載ってたんだ。その名もプレゼントの希望金額。いつもなら気になるとこなんだけど、さすがに今はちょっとね。お金で買えない、値段がつかない、そういうもの背負ってんだから。僕明日クリスマスか。誰かと一緒に過ごせるのかな。クリスマスイブね。各地でクリスマスツリーが点灯し、夜空を華やかに彩っています。誰とも一緒に過ごせない気がするんだけど。僕には僕のことを見守ってくれてる人がいる。それなのにもう諦めましたとかそんな報告はしたくないです。だから僕は行けるとこまで行ってみます。じゃあ夜の街でも特にすることはないと思うので、この丸は散歩に行ける感じか。これは散歩に行きますか。今日はゆかりが一緒に行ってくれそう。一緒に散歩に行こうじゃあ。休みの日だとコロちゃんも楽しそうだね。やっぱみんなが寮にいるからかな。思い切り走ってきな。そういえば明日ってクリスマスだね。私毎年部活でクリスマス会しててさ、正直今年はあんまテンション上がんないけど、暗い顔してちゃダメだよね。お、帰ってきたな。って、またなんか拾ってきてるし。もしかして早めのクリスマスプレゼント？何かな？ラックインセンス、しかも1か。コ
ロちゃん、どっか潜ったりした？鼻の頭汚いぞ。おいで、軽く洗ってから帰ろう。ん、ゆかりと散歩初めてですね。あんまり散歩してこなかったからな。え、じゃあクリスマスイブだ。誰かと過ごせる？今日はクリスマスイブですね。欧米では非常に大事なイベントの一つです。ジャパンでは恋人たちがジャパン、日本のことジャパンっていうのやめてほしいよね。恋人たちがラブを語ったりギフトを贈り合ったりしますが、もともとの成り立ちはさすがにニューノーですよね。今日はクリスマスの思い出をスピーチします。聞きながらイングリッシュに直してください。うん、眠くなってきた。少しだけ、いやいや、聞いていきましょうか。そしてもみの木の下で私たちは愛を誓ったのです。イルミネーションはお互いの顔をビューティフルに照らし初めから英語混じりじゃん。誰か一緒に過ごう。あれ、誰からもメールが来てないぞ。誰からもメール来てない。木曜日か。ちょっとね、危機感が高まっていて、あれ、ベベもいないよ。あれ、待って、クリスマスだからってコミュニティがないわけじゃないよね、まさか。あー、木曜日は、学園内にあるコミュニティは存在しないのか。いや、鳳凰を上げに行くしかないかな、じゃあ。しゃあないな。いや、待って。まだね、学校の中にコミュニティのアイコンついてるんだけど。いや、残ってないでしょ。ここにね、美術室はあるけど、終わってるしさ。キリジョー先輩はいないんだよな。え、なんでもうすでに終わってしまったコミュニティなのに、タウンマップにアイコンがつくんだろうな。いや、教室にいるのは友近と、宮本しかいないよね。間違いないと思うんで。じゃあここだな。本の虫に行きましょう。あれ、ランクいくつなんだっけな。どうしたんだ。もうちょいだけ、待ってておくれ。気はなくても、お前はわしらの中に。文吉じいさんは寝言を言っている。うたた寝をしているようだ。顔を覗き込む。おお、来てたんかい。起こしてくれてもよかったのに。わしのプリッチーな寝顔をちょっと眺めていたかったってかい。ひどっからし。最近厄介事が片付いたせいか、安心しきって気緩んでもうた。真っ昼間たってのに眠うてしゃあないわい。厄介事？何が安心？厄介事？いや、皆さんにはそのいろいろとよくしてもらったんじゃが。どうなるんだ。わしらこの間月光に手紙を出したんじゃよ。あの柿の木を切ってくださいってな。なんで？なぜ？いいリアクションじゃ。こっちも話した甲斐があるってもんじゃ。何の相談もなしにやっちまってすまなんだ。こないだ一緒に柿の木を見に行った帰りに学校の人に話しかけられての。柿の木を植えている場所に新校舎を建てたいってな。柿の木を植えている場所に？そんなに広い面積じゃないですよね。年寄りのわがままなんかで和光堂の学び屋を奪うわけにはいくまいって。思い出にすがるよりも可能性を育てる方が息子は喜ぶと思うんじゃ。なんたって息子は教師だからの。そうだね。本当にそれでいい？ええ、おじいさんと話して決めたの。私たちそうしたいのよ。
お前さんみたいにわしら年寄りにも気遣いをくれる。そんな優しい子が月子から巣立ってくれることを天国の息子と一緒に祈っとるよ。天国の息子と一緒に。これ受け取ってくれんかな。何かな。これで終わりなのか。おじいさんおばあさん。あの駆け抜きになった最初の実なんじゃ。あいつに似て青くて少し不細工じゃが、ばあさんが言い出したんじゃよ。あんたにもらってほしいってな。青い柿の木の実。きっとこれは二人にとってとても大事なものに違いない。文吉じいさんと三つ子ばあさんからの感謝の気持ちを感じた。あ、ランク10ですね。ハイエロファント。ここも終わってしまったな。あれ、冬休みどうしよう。晩鐘の守護神光竜を乱す合体が解禁。さて、わしらもこれから頑張らんとの。おい先短いから一日だって無駄にできんぞ。ダラダラしててポックリなんてことになったら天国であいつに笑われちまうよ。偉大な息子を持つと親は苦労しますね。偉大な息子。あらやだ、親バカかしら。珍しいね。日が暮れるまで文吉じいさんと三つ子ばあさんと談笑した。寮に戻ることにした。サクサク終わっていってしまうけど、終われないコミュニティが気になってしょうがないんだよな。ちょっと終われなそうな気がしているんですよね。すべてのコミュランク、カンスト。なんで恋人と過ごすことに向きになる人が多いんでしょうか。別にそうまでしなくてもクリスマスは楽しめると思うんですけど。よっ兄弟、お互い寂しいクリスマスだったな。大なりややけだ、男同士で夜の街に繰り出すか。ふざけんな、それもいいかも。おいおい、真に受けんなよ、こんなのジョークに決まってんだろ。ジョークなの。そうだな。いよいよ冬休みだな。お前はもう決めたか、あいつへの答え。ああ、今は言わなくていい。来たるべき日に聞きたいからな。そう、冬休みなんですよね。冬休みの間、進めるコミュニティが終わっていってしまっているので、メリークリスマス。お兄さんはクリスマス返上で体操だよ。今日の関東語体操は、ハイメだ。目ん玉ひんむいて、ハイメ。ハイメは、マジって意味だよ。せっかくのイブに、仕事でハイメって感じだね。それじゃあまた再来週、次はニュースの時間だよ。ハイメ、それも銀行が言ってたな。来年もクリスマスが来るかどうかなんて考えない方がいいよね。年に一度のクリスマスだもん、とにかく楽しまなきゃ。あれ、そしてアイリスは一向に帰ってきませんね。いつになったら帰ってくるのかな。あれ、クリスマスイブって恋人がいないと本当に何もやることないのかな。12月26日で終業式なので、いつまで冬休みってあるんだろう。あ、予定はね、3月まで確認できるんだな。今日、あ、始業式1月8日遠いな。まるまる2週間潰してしまうかもしれないですね。まあいいや、ちょっと怠惰に過ごしていきますか。この丸は気持ちよさそうだ。この丸にブラッシングをしてあげた。とりあえずね、できることをやるしかないよな。大吉のお守りを加えてきた。何それ。あ、ギフトか。じゃあ12月25日ですね。クリスマスだ。何も予定がないのか。今日は誰かいない。あ、ベベがいるよね。ベレとフーカがいるんだけど、どちらかというとベベの方が優先度高いかな。ベベ、節制はランク7ですね。6号殿、お暇ですか。獣の道、極めるのにお主の力が必要です。深まりそう、よかった。拙者、かたじけの、本日も張り切って縫いまくりです。
り仕事とは縫うことと見つけたり、たとえ拙者の財布が軽くボロ布しか手に入らぬとも。そこの手前にあるそれは使えないの。一生懸命極上の着物を作って一花咲かせてみせるです。気持ちがこもってるな。張り切って裁縫をするベベを手伝った。ふーむ、我ながらなかなかの出来栄え。極上の着物を見ればおじ上もきっと日本はすごいと認めてくださるです。うん、いつ出来上がる？認めてくれるはず。口より手を動かせ。これは真ん中がいいみたいですね。認めてくれるはず。お主のお言葉を信じて精進するです。この度はお主の助立ちがあってだいぶ作業が進んだでござる。感謝感激雨降らし。毎回微妙に違うんだよな。ベベにとても感謝された。仲が深まった気がした。まあ、ベベは終わらせられるだろうな。問題は風化なんだよな。間に合うかな。うむむ、疲れで腕が棒になった気分です。これぞ虫の息というやつですか。息を吹き返して頑張らねば拙者はデクの棒で終わってしまう。日本人になるためここで倒れるわけにはいきません。遅くなるまでベベの作業を手伝ってから寮に帰ることにした。さてクリスマスの夜なんだけど何もないのかな。もしかして帰った？おい、知ってたか。今日は12月の25日だ。まったくシダの運命だの、なんてムードのないクリスマスだ。この損した気分は来年に必ず取り返す。滅んでる場合じゃないんだ、世界も俺たちもな。滅んでる場合じゃない。みんないるな。決断の日までついに1週間か。きっと長くて短い1週間になるんだろうな。何でしょうか。ね、りょうじくんはどんなクリスマスを過ごしたんだろう。いつもみたいに女の子に声かけてワイワイ楽しくやったのかな。それともあの時みたいに一人ぼっちで泣いてたのかな。下な気がするけど楽しくやった、うん、そうだといいな。なあなあ、こないだの期末試験難かったろ。俺の立ちも軒並み撃沈でさ、みんなして悩んでたわけ。でもよ、そんな悩みが何だってんだ。俺らの抱えてる悩みに比べりゃ日頃の悩みなんてさ、実はすげえ小さいことだったんだな。さて今日も夜は特にやることがないんだよな。特にリンクエピソードもないんだよな。こういう時に来てほしいんだけどな。一応ね、ちょっと落とすわけにはいかないから縁結びサイトのメモをね使っていきましょうか。同好会の留学生、多分問題ないと思うけど念のためね、ちょっと押しておきましょう。ベベとの仲が深まりそうな気がする。サクサク進んでいってますが、12月26日、今日は終業式だから明日から冬休みで学校がないんだよね。いろいろなことがあった2学期。ともかく学校へ行こう。何か噂話がある。話し声が聞こえる。おはよう。今日も寒かったね。でも明日から冬休みだ。でさ、お年玉何に使う？まだもらってないし、とか言いつつ、やっぱ福袋でしょ。今年こそあのブランドの。だよね。ねえ、今日から並んどく？こたつとか持ち寄ってさ。午前中だ。はいはーい。明日から冬休みね。寝正月って子も多いんじゃない？いつまでも親のすねかじってんじゃないわよ。こたつで寝たりしないようにね。あ、こたつといえば有名な話があるわよね。別れた日のように東の窓の雨戸を。あれは布団か。何の話だ。なんだか眠くなってきた。あ、これ授業だったのか。疲
少しだけ目を閉じない。はぁ、こらざわざわしない。こたつも布団も似たようなもんじゃない。先生をいじめて楽しいの？それより日本の自然主義文学の素晴らしさに目を向けなさい。これが2学期最後の授業かな。じゃあ午後は自由、あ、放課後になりましたね。放課後自由なんだ。明日からは冬休みだ。今日はコミュニティできるんですね。風花がいるな。よし、じゃあ今日は風花と過ごしていきましょうか。女教皇ランク5なんだよな。低いよな。これからちょっと平気？聞いてもらいたいことがあって。料理の話じゃないのか今日は。ありがとう。また屋上にしようか。ごめんね、すぐ済むから。私ね、おにぎりだけじゃなくてもっといろいろできるようになりたいなって、みんなに恩返ししたくてお料理の練習を始めたのに、レパートリーがおにぎりだけってわけにいかないでしょ。もっとやらなきゃって思ったんだけど、急にまた私にできるのかなって。でもね、その時リーダーのことが浮かんだんだ。だからそのもう少しだけ協力してほしいの。今まで通り相談に乗ってもらいたくって。私頑張るからダメかな？別に構わない。本当？よかった。みんなは私に居場所をくれたから、私はそのお返しがしたいの。頼りないかもしれないけど、仲間としてちゃんと役に立ちたい。その息だ。あまり嫌悪な、その息だ。うん、ありがとう。リーダーが応援してくれてるって思うと心強いな。それにね、私リーダーのためにもいろんなことができるようになりたいんだ。戦い以外でも力になれたらって、そう思ってるの。風花の強い決意を感じる。風花との仲が少し進展した気がする。愛情も感じるよな。助教校6になりましたね。あのさ、私って無理とかしてるかな？あ、ごめん、これ誰かに聞くことじゃないよね。私先に帰るね。一緒に帰らないんだ。別々に寮に帰った。風花を終わらせられるかが結構肝かなと思ってますね。君か、おかえり。ようやく2学期も終了か。大晦日まで残すところ5日だな。正直言って怖さも不安も消えてなどいない。だが迷いはなくなった。私は最後まで戦う。今なら済んだ気持ちで添い切れる。今決意が固まりましたね。ここに来て楽しいイベント、最後の砦だった。クリスマスも過ぎちゃったし、あと残ってるのは大晦日だけ。どう、少しは考えまとまってる？まとまってる。そっか、それじゃあ大丈夫だね。週末を知ったあの時とは違い、今はとても落ち着いた気持ちだ。自分が進む道を定めたことで私も変わったのだろうな。もうすぐ冬休みですね。僕のクラスも明かれてました。きっと誰も想像してないと思います。その冬休みの間にとんでもない決断が下されるなんて。もうすぐというか明日からだよね、冬休み。あ、順平が珍しくいますね。特に祈祷する必要はないんだよね。街にも特に何もない。何もないけど、まあいいか。今日はね、順平と過ごしましょうか。お、いいとこに、例の漫画の続き借りてきたぜ。今度はちょい多めにな。運ぶだけでも重いのなんの。野球漫画ね。時間あんなら一緒に読まね。一緒に読もう。そう来なくちゃな。
足りてなかった弱小野球部が主人公のおかげで全国大会だもんな。とんでもねえライバルも絶体絶命のピンチも主人公がなんとかしちまうし、うん、野球漫画ってあんまり読まないけどメジャーは読みましたね。なんかメジャーもそんな感じの話でしたよね。つかさ、俺らも一応部活なわけで、そういう突き抜けたエースが必要じゃね？うん、そうかも。みんながエースだ。漫画の読みすぎ。みんながエースだ。主人公みたいなこと言うじゃんよ。なら俺にも美味しいとこよこせっつの。エースかどうかはともかく、先輩たちとか漫画並みにキャラ立ってるよな。まあ現実は漫画みたいにいかねえのが辛いとこなんすけどね。さてさて、次のページはと。そうそう、思い出した。主人公試合前に倒れちまうんだよ。部員集めて猛練習して、試合じゃエースで4番。ここまで一人で引っ張ってきたんだもんな。うん、主人公の少年のひたむきな姿に勇気をもらった。続きめっちゃ気になるだろう。早めにダチから残り借りとくわ。あれ、まだ終わらないんだっけ。ああ、もう一回漫画読まなきゃいけないのか。じゃないと順平のこれは完結しないんですね。じゃあ12月27日曜日だけど、まあ、ここから冬休みが始まりますね。今日から冬休みが始まる。何の予定もないんだけど。何かないかな、冬休み中。だいたいいつも長期休暇のタイミングで何かしらイベントありますよね。おう、ふうかちゃん。何してるの？こんなところで。まあ、ちょっとな。最近よく来ちまうんだよ、ここ。そのスケッチブック、もしかして。ん？ああ、千鳥と初めて会ったの、ここなんだ。風花はなんでここに？家に帰ってたの。最近、ちょくちょく通ってるんだ。そっか。なんかさ、風花は変わったよな。初めて寮に来た時と全然ちげえや。そうかな。前は正直ただ気が弱いって風だったけど、今は違ってるよ。うまく言えないけどさ。純平君も変わったよ。ゆかりっちにも言われたけどさ、それでも俺全然自覚ねえや。この前だってやれ怖えとかあいつに当たり散らしたりとか。みっともねえとこ見せたろ。そんなことない。でもマジ怖かったんだよ。冷静でもいられなかったしよ。うん。てか今だってやっぱ怖えな。情けねえ話だけど、こいつばっかりは怖えよ。怖いと思うのは逃げてないからだよ。誰だって同じ。恥ずかしいことじゃない。風か。でもね、だからこそ私、みんなを絶対守りたい。本当は影時間だって普通に考えたらすっごい怖いことのはずでしょ。けど私たちはペルソナに目覚めて今こうしてる。この先どうなるかなんてまだ何も決まってないわけだし、今のこの思いに正直でいたいの。今の思いか。やっぱ優しいな、風花は。行くか。
みんなで。もうほんと風花もだけど順平もだし、みんな変わりましたよね、最初に出会った頃とはね。とりあえず通販を確認しようかな。年末宝石大放出。何の宝石？ルビーか。あ、オパール5個いくら？99,000円。あ、でも100万持ってるから買っちゃおうかな。オパールが欲しいんだよな、オパールが。あとはダイヤモンドも欲しいな。よし、じゃあ日曜日なので今日はね、早瀬のコミュニティも終わらせていけると思うんですけれども、一旦今回はねこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。